これがキンポップですよ。かっこ興奮気味。はい。ちょこっと失礼します。マッチングしてみませんか。タップル。はい、ということで、どうも俺でございます。ということで、今回の動画は、ガンプラ、一番くじ結果発表ということで、ガンプラ一番くじが、6月4日開始されましたね。はい。なんで今日やってきたんで、それの結果一応発表しておきまーす。はい。まあ、ちょっと一番くじ忙しすぎてね。まあ、リゼロは出てるわ、ワンピースは出てるわで、金いくらあっても足んねえよっていうぐらいは、ちょっと一番くじ、大変なことになってますけど、まあ、一応ね、ガンプラ今日やれたんでね、まあ、やれねえかなとか思ったけど、まあ、やれたんで、それの結果発表をしていきます。はい。で、まずね、セブン行って2回やったんだよね。A 賞、B 賞あったんで。で、2回やって、はい、ドドドン。はい、ビジュアルボード、ですね。ニューガンと、まあ、シャーザクですね。はい。まあ、ちょっと、残念。はい、残念でした。はい。で、まあ、1店舗目のね、セブンでは、これで、まあ、やめたんだけど、で、近くにもう1個あっから行ってみっか、つって行って、で、2回だけやりました。はい。で、何が当たったかというと、何賞だっけ？はい、ドドン！これ何賞だったか、 D 賞か。D 賞のソリッドクリアのストライクのバズカ装備。これが当たりました。はい。これはまあ、ナイスだよね。これはナイスかな。はい。まあ、これも欲しかったんでね。まあ、とりあえずビジュアルボードとか、そう、わけわかんないやつじゃなくてよかったなと思っております。D 賞ね。D 賞ですよ、これ。はい。で、もう一個、やったんだけど、もう一個、これが最後か。で、何が当たったかと言いますと、いきますよ。はい、ドドン！さあ、B 賞のソリッドクリアのバルバトス。これをゲットしました。マジで嬉しいわ、これ。本当にね、まあ、合計4回でバルバトス当てたんで、まあ、アドだよね、完全に。はい、これはナイス！GG！ クソ GG！ クソババーって感じですね、はい。これはね、まあ、A 賞の、上賞なんかダブルのエクシアとかだったっけ？まあ、それより、俺はこのバルバトス狙ってたんでね。まあ、これもう一回作りてえなと思ってたんだけど。まあ、これで、まあ、た違うポージングさせて、バルバトス飾れっかなっていう感じですね。はい。これはマジナイス！すげえ嬉しかったな。もうこれで俺は多分、ガンプラはほぼほぼ撤退かな。あとはまあ A 賞がちょっと残っててあればやるかも。あとラストワンが、ラストワンまであと5、6回とか、まあねえと思うんだけど、そういうのあれば、まあ全買してラストワンとかゲットしちゃおうかなと思ってるけど、まあほぼほぼ撤退かな。これ当たったんでね。4回って結構少なめな回数で、これはマジ超絶嬉しかったな。当てた時さすがにね、セブンイレブンの中だったけど、ナイスって言っちゃったもん。ジジェッツ。クソジジイ！ナイス！はい、もう、セブンの中は一人で大騒ぎだったんだけどね。はい。まあ、そういうわけで、まあ、このまま終われば、ガンプラ一番くじは勝ち組になれましたがね。はい。まあ、すげえ嬉しいです。ということで、まあ、ガンプラとかね、好きな人は多分、今日あたりめっちゃやりに行ってと思うけど、まあ、やりすぎ注意報っすね。まあ、俺も、他にね、今日ワンピースとか実はやってたんだけど、まあ、B 賞の、ウルティはね、当たったんだけど、あとは、変なビジュアルボード的な、まあ、A 賞のヤマト欲しかったんだけど、当たんなかったんだけどね。はい。まあ、そんな感じで、今回はガンプラ一番くじの結果発表でございます。はい。で、この後多分ね、プラモのレビュー動画が投稿されると思うんで、そちらもよかったら見てくださいっていう感じですかね。はい。というわけで、今回はガンプラ一番くじ結果発表バルバトス当てたぜーの動画でした。というわけで、どうも俺でした。ナイス。